えーとアフリコ現場のエピソードなどよかったら教えてくださいと書かれていますが、うん、寺島さんとコンビを組むことになって何か二人で話したことって別にないですよね別にないね実際現場で見ててもそういうとこ見たことない、うん、彼とはねやっぱり付き合い長いから、えー、まあ大体わかるんですよお互いがね、うん、でその辺も良、まあ、かったんじゃないかなだからキャスティングが上手ですよねそういう意味ではねあ<ー>まあそういう事情は知らないだろうけれども、うん 初めに、カグツを演じてくださいって言われた時は、全く話わからなかった。んですあの一回目の現場の時もよく分かってなかった。んですよね全然分かってない。今はなんとなくわかります。は少し分かんない。<laughs> <laughs> あのね。どんな仕事でもね、あの事前にあんまり勉強するのは、好きじゃないんですよ。うん、っていうのはね、別もだと思ってるから。あ、はい。それで、あの、インスピレーションが、こう固まっちゃうと、うんうん、あの、嫌なの。なるほど。だから現場行って苦労すればいいと。 いつも思ってるすごく勉強になりました今本気で役ってどうせ自分の中からしか出てこないじゃないですか他人にはなりえないわけだからだから自分の中からチョイスするっていう意味ではやっぱりこう先にイメージを作らないっていうことにしてるんですまあそれは人によって違うだろうけどねいや私その方法学びますだからたまには真面目な話もしますからこれが多分最初で最後の真面目な話かもしれませんそうです でもとにかく引き出し多く作るっていうのが大大きく大事なんですね、うん、だからそれはやっぱり自分という人間を作るっていうことになるから、うん、だからやっぱり俳優っていう商売は面白いんだと思うほらやっぱり林さんすっごい好きで怖いんだ<ら>やっぱり先生なんだ今すごく納得した年末になって。<laughs>